はい、2024年2月13日火曜日朝の8時31分ですね。はい、おはようございます。11度で湿度 74% ですね。はい、太陽ちゃんはもう出てらっしゃいます。はい、だいぶ早くなりました、太陽ちゃんが出るのがね。はい、では朝ごはん食べていこうと思うんですけど、お湯はもう沸いてます。はい、これザボンラーメン、鹿児島のね、鹿児島にザボンラーメンっていうラーメン屋さんあるんですけど、そこのラーメンみたいですね。はい、作り方、鍋に1人前約2リットルのお湯を沸かします。はい、 1分半から2分茹でろって書いてます。ということで茹でていきましょう。1分半か2分ってことは短いですよね。はい、スープはこちらですね。はい、こっちあ、これも沸かしてるんですけど、どうかな、沸くかな、ちょっとわかんない、難しいぞこれ。はい、麺はこんな感じ。はい、1分半、まあ湯通しする程度でもいいのかもしれない。はい、お菓子がないよ。はい、2分ぐらいに動画回し始めて2分前ぐらいに入れたんでね、3分ちょいで取り除きましょうかね。でも火があんま強くないから沸騰してないね。あ、してるね、してるしてる。茹でて300ミリのお湯でスープを作れって書いてあるんでね、こっち300ミリ入れてるんですよ、このやかんちゃんにね。おっと倒れる。湯切りどうしようかね。ざるがねえな。ざるないね、どうしよう。もうしょうがねえか。はい、もういいでしょう。これどうしよう、湯切り考えてなかった。はい、はい、一旦蓋にね麺をあげました。で捨てましょう、お湯を。湯切りでーす。はい、湯切り成功。では300ミリのお湯をね入れていきましょう。でまだ沸騰してますね。はい、トッピングに生卵、ということで、
で、入れましょうかね、もう。ちょっとお湯足した方がいいかもしれないですね。はい、ラストネギ。このネギもね、白ネギちゃん、ずっとあって、傷んできてるんで、入れちゃいましょう。さっさと食べないともうダメだね。ちょっと湯がこうかな。水足した方がいいかもしれないね。多分沸騰したから、沸騰して飛んじゃったからね。ちょっとだけ足します。で、木くずもちょっと足しましょうかね。蓋ができないからね、蓋に麺を乗せたんでね。これもういっかな。再沸騰ということで、蓋した方がいいんですけどね。まだ煮えないね。まあこれだけやれば多分大丈夫でしょう。多分大丈夫でしょう。速報、成年後見人の一時利用可能に、法整備なんとかって書いてました。日経の速報です。昨日はね、2月12日は祝日だったんでね、日本市場月曜日だけど開いてなかったんですよ。で、昨夜の米国株市場、まあダウは上がって、ナスダックと SP500 は下がったのかな、若干。まああんま値動きがなかったって感じだったんですけど、日経平均先物取引っていうのはね、動いてて、それはまた結構上がってたんで、今日はプラスで上がって始まる降参です。上がりスタートの予定です。さあ、こんなことは元より、豚骨スープ入れていきましょうかね。まあ、まだ煮えてないけど。
卵、まあ、グツグツしたまま食べましょうかね。今日はグツグツ、まあもう多少伸びても気にしないんで。すごいね、寒いからめっちゃ固まってる。寒いからって関係ねえのか。10度も、10度はあるからね。スープがいっぱいポンポンポンと、スープがいっぱいポンポンポンと、はい。混ぜましょう混ぜましょう混ぜましょう。おお、美味しそうになりました。これはうまそうだ。うまそうな色のスープになったぞ。卵ちゃん、あ、ちょっと固まってきましたね、卵ちゃん。はい、混ざりましたかね。あとは何か必要でしたかね。ああ、あれがいいです。はい、ではちょっとスープをね、飲んでいきましょうかね。逃げましたね、卵。麺を入れる前にスープ飲んでみます。はい、美味しそう、うまい、うまい、うまい。では麺を戻します。あれ取れねえ。はい、戻し双方ということで、はい、柔らかくなれなりましたね。さあ食べていきましょう。はい、どっか置きましょうかね、横に。水分飛んじゃうんでね。はい、はい、はいと。夜間にはまた水を張って乗せときましょう。沸くと思います、多分この残り火だけで。ではいただきます。はい、あ、ちょっと伸びちゃった。あ、美味しそう、うまい。ザボンラーメンうまい。鹿児島ザボンラーメンはね、あの鹿児島の駅、鹿児島中央駅ですね、一番大きい中央のの中に入ってるのを見ました。ザボンラーメンっていう名前確かあったはず。アミプラザの方だったかもわかんない。まあまあ、アミプラザも鹿児島駅みたいなもんなんで一緒でいいでしょう。で、鹿児島中央駅以外にもあったのは確認してるんですけど、ネットで調べたらね。ただ鹿児島県内でしか食べれないですね。まあこれがそうやってね、お勤め品として太陽に100円で売られてたんで買ってきました。はい、あと昨日買ってきた
原田ばあちゃん、宮崎市内海原田鮮魚店、原田ばあちゃんのお惣菜、はい、赤飯ですね。赤飯249円が130円になってたんで買ってきました。はい、税込みね。原田ばあちゃんのお惣菜、内海にあるんですね、その鮮魚店。ちょっといける、直接買えるかどうかは分かんないですけど、おろしだけやってるのかな。この原田ばあちゃんのお惣菜も美味しいですよね。ちょっと硬くなったんでね、ラーメンの汁につけてこれを受けにしてね、食べていきましょう。ラーメンの汁でふやけさせればね、ラーメン汁でふやけさせれば、またお赤飯も柔らかくなって食べやすくなるってもんよ。ラーメンライス、これが本当のラーメンです。おネギちゃん、うん、うまい。もうちょっと汁かけてもいいかな。うん、おいしい。おいしい。たまごちゃん、うん、しっかり煮てる。今日はおいしい。
はい、食べきりました。あとちょっとですね、麺も。はい、太陽に売ってるお茶屋さんの緑茶、これ今めっちゃ値下げしてて2リットルが80何円で買えます。はい、めっちゃお買い得です。はぁ、美味しい。はい、あとちょっと。うん、おいしかった。はい、
ほぼ完食ということで。はい。あ、美味しかった。ザボンラーメン恐るべし、美味しかった。あら、8時59分ですね。9時になったら市場が開きます。はい、ちょうどいい時間ですね。はい、では、はい、ごちそうさまでした。山に感謝、川に感謝、海に感謝。今日は鹿児島県ザボンラーメンさんに感謝です。ザボンラーメンさん、美味しいザボンラーメン提供してくださってありがとうございます。それを売ってた太陽さん、スーパー太陽、スーパーマーケットの太陽さん、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。